もう返せません、赤崎です。降りしきる雨の中で瀬尾です。よろしくお願いします。はい、コンビ名言ったり言わなかったりだけども、メンズでございますけども、はい、ラーメン二郎千住大橋駅前店、ね、はい、赤崎さんと行きましたね。行ってきました。というわけでね、千住大橋駅からそう徒歩1秒1秒っす。改札出たらもうあるある、そう、ある、うん、そう、だからもう千住大橋といえば千住二郎みたいな、10102、駅中と言っていいのこれはね。そんなにほど、うん、というわけで券売機だけども、なんとちょっとリニューアルしたんですよ。さあどっちが新しいのでしょうか。こっちです。あ、そうそう、スリムに、まあまあね、スリムになってるから、大ヒントがあったよ。そうそう、ザクザクラーイを今日もコールできるということでね。これがある日はツイッターも要チェックしてください。ツイッターも更新されてると。そうそうそう。あ、でしょ、赤崎さん。俺ですね。ぼやけてるけど。食券に50円を添えて何も言わずにカウンターに提出し、シル捨てというようにしました。なんですかね、シル捨てって。シル捨て。ちょっとご紹介しましょう。はい、こちらです。ね。これがあの、本来の。そうそう、完成したラーメンなんですけども、うん、こちらをですね、こういった風に、汁を一部、他のお皿に移しちゃうんですね。一旦入れた後に。ものを、そうそうそう。他のものにして。で、コールをした後に油はって聞かれるんで、うん、ごま油、おわ、エビ油、どちらかをコールすると。なるほど。ここで僕はちょっとミスっちゃいましてね。うん、油はって聞かれて、マシマシって意味わかんないですよ。いや、もう、会話になってないじゃん。そうだ。ちょっと怒られてるんだけども、僕はごま油選択ということで、今回は、麺の方にかかってますね、この油が。ごま油がね。うん、これ汁なしのように食べてもいいと。なるほど。そうなんですよ。これ絡んでるんですね、だから。そう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 。いきなりその麺からちょっと、いっちゃいましょう。喉越しがすごい、強烈なオイリー麺なんですよ、これがもう。飲んでるってことだね、じゃあ。あ、もうツルッツルなんで。はい。ジローの中でも特に突出したデロ麺でしたね。すごい吸ってるね、もう。いや、吸ってますよ、吸ってますよ、もう。ごまの風味も、したたかに漂ってくるんですね。まあ、エビでもちょっと試したかったけども。いや、それはね、次回まで。うん、次回ね。うん。で、ラー油たっぷり豚。ああ、うまそう。例の。ラー油コールしてるんで。いったいったぞ。ザクザクのね、この食感とさらにごま油も組み合わさって、やっぱ感動的なうまさですよね。もう本当に。いろんな味で。おっとっと、どうした？ああ、どうした？寄せちゃったから、汁。汁ね。汁す、汁す、汁す。汁す。ここでまぁ、少し油そばの方を食ったんで、ここにつけて食べていくんですけども、めちゃくちゃ、うまい！あー、なるほど。いや、これね、表面の液体油がさらに濃厚さ演出してね、うん、回収引き立ててるんですね、うんうん、油プラス油の共演、炙りー出ましたか。オイリーでよかった。あ、オイリー、オイリー自信なさげに言っちゃいましたけど、うん、炙り炙っちゃってるみたいなね。何言ってんすかちょっと俺気になってんだ。俺は普通の方食べたから、はい、あ、そっかそっか、そうそうそう、そっかそっか。あの、漬け豚もしていったりね、で、ニンニクをこの別なの方に入れちゃったりして、溶いていけますけども。いやー、これ豪快ずに、豪快に食べずにいられない。ニンニクの風味なんですよね。いや、うまそうだな。そばみたいな食べ方だな。あー、確かにね、うん。ちょっとこう、わさびを入れたみたいなことですよね、うん、ニンニクで。薬味ね。薬味。ただこれ一緒に食べてる時に、店長さんにこう、あ、君たちも知り合いなのかいって言ったら、まあ、僕隣で食べてますね。そう、隣で赤崎さんが、うん、僕関係ない人ですって。なぜ？いや、ちょっと怒られかけたから。まあ、関係ない人を装ったんですね。怖かったから、ちょっと俺は。まあ、そうこうしてるうちにね、こうやって小皿に胡椒も入れて、うん、さらにパンチを強めていきますけども、はい、やっぱり後半にね、これ強めていくことによって、こう汁捨てという美味しさを消さずに、まあ食べていくんですね。なるほどね。あと、もうね、凄まじい速さで食べました。この時ね、僕の方が早いんですよね。そう、そうなの。早く出たくて俺は。早く出たくて。確かにね。美味しかったってのもあるけどね。特に行列もすごい。87.2 です。うまかったぜ。ザキさんはすぐ人裏切るでしょうね。いやいや、ここに来て俺の声が。待ってくれずに。投げちゃって。ね、事件起こったらすぐ逃げるでしょ。事件起こったらって。事件が起こらないと思う。絡まれたりしてもすぐ逃げるだろ。そんなことない、それは。そうか。もっと美味しそうです。まあ、先週僕も2回目だったんでね。うん。うん、実は、我々の住んでるところからも、まあ、ちょっとは近い方い、ね。いや、ものすごい分かりにくいね。ちょっとは近い方。もう川口って別に行っていいよ。いいっすか？別に。でかいしね。別にどうでもいいよ。そうっすか。まあ、来るしね。うん、まあ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 、ヒントは川口です。いや、ヒント、ヒント川口です。答えですね。正解ですもん。もっと怖く言う可能性もあるから、ヒント川口。というわけで、千住大橋営業相手でございました。ごちそうさまでした。プレッ！